はい、こんにちは、レトスの小野です。今回は宅建合格するための7つの秘訣の一番最後、7番目ですね、確認・検証について解説させていただきます。これはすごく重要です。まあ、これはっていうか、まあ、全て重要なんですけども、これも重要ですね。これも重要です。で、なぜ重要かっていうと、ちょっとこの2つの図を見ていただきたいですね。2パターン書いてあります。 P っていうのは計画、プランの計画ですね。 D っていうのは実際に勉強する、実行するっていう話ですね。この P は5番目の動画ですかね。で、D が6番目の動画です。Do、実行する、勉強する。で、S が今回の確認。C ですね。C、検証作業の内容です。で、この P、D、S っていうものを繰り返しながら実力を上げていくっていう話なんですけれども、この確認作業をちゃんとやらないとどうなるかっていうと、計画を立てる、実行する、でも確認しないとか、もしくは計画を立てる、実行する、確認作業をやるけれども、その確認作業が甘いとか、そうすると結局やったはいいけれども、実力が全然上がってこなくて、初めの実力から全然上に上がらないと。で、結局上がらずに不合格という方非常に多いです。確認作業やってるよ。でも実はやってなかった。つまりやったつもりになっていた。こういった方も多いですね。なので、ちゃんと計画立てで実行して課題を見つける。つまり合格するために必要なことは何なのかというところを明確にして、それを踏まえてまた計画を立て直す。で、実行する。確認する。で、またこれを踏まえて計画立てるって言って、徐々にやっぱ実力って上げていかないといけないんですよね。これができないとやはり合格までいけないんですよ。だからこの確認作業ってすごく重要です。計画立てて実行する、これは意外とやってます、多くの方が。でもそっから先なんです。ちゃんと確認をして、自分の弱点何なのか、どこの弱点を克服すれば合格できるのか、ここを見つけていくっていうのがすごく重要なんですね。で、これをやるにあたってちゃんと期限を決めて7つの秘訣を確認する、これをぜひやってください。つまり、まあ、計画立てて実行しますよね。で、例えば1週間後に確認作業しようとか、2週間後に確認作業しようとかっていうふうに期限を決めることがすごく重要なんです。これ期限決めてないと、いつの間にかダラ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 いっちゃって、もう2ヶ月後、3ヶ月後になって、あ、気づいたらあれちゃんとできていないみたいな感じになって時間切れになっちゃうと、本試験に間に合わない、こうなっちゃいますので、必ず期限を決めて、できるだけ短いスパンがいいから、1週間、2週間ぐらいのスパンで見ていくのがいいかなと思います。実際弊社の個別指導でも、1週間に1回ですね、勉強できているかどうかの確認を行っています。またご質問も無制限で行っていいということになってますので、まあいろいろご質問いただくわけですね。そのご質問の内容から、あ、この方はこういうことが弱点だなとか、ここ課題だなって思った部分については、あ、この部分はこういうふうにやっていきましょうとか、ああやっていきましょうみたいな対策を私は行っております。なので、これを自分自身でやっていくって話ですよね。個別指導を受講していないのであれば、独学の方、予備校の方、通信講座の方含めて自分自身で行っていく必要がございます。なので、この課題抽出をぜひ行いましょう。で、まあ、具体的に言うとですね、例えば勉強時間が少ないなとかいった場合は、まあ、勉強時間を増やすために、どこの時間帯でどれくらい増やせるかっていうのを再度、一番最初の動画ですかね、勉強時間の作り方のところの動画でお伝えしますので、もう一回見ていただいて、あ、この部分増やせるな、あの部分増やせるな、みたいな感じで少しずつ増やしていく、コツコツ増やしていってください。いきなりバーンと1時間ね、増やすというよりも、例えばこの時間帯で15分増やそうとか、あ、寝る前に15分だけやろうかな、寝る前に5分だけやろうかな、こんなんでも全然いいんですよ。少しずつ増やしていく。勉強時間が少ないと思ったらそのようにやっていく。で、集中できていないっていうのであれば、あ、集中できる場所をもう一回探し直さないといけないな、みたいな感じでこれをまたやっていく。そして理解学習ができていないな、これがですね、すごく厄介なんですよ。で、なぜかというと、これが難しいんです。この上2つ、これは理解的、できるんですよ。勉強時間が少ないから勉強時間を作っていこう。まあ、あとはね、自分に甘い方だったら、やり方わかるけれども、やれない。これはありますよ。あるんですけども、こっちはですね、そもそもわからない、やり方がわからないっていう方が非常に多いです。で、なぜかというと、難しいからなんですね。なぜ難しいかというと、あるポイントについて、
そもそもそれは理解すべき内容なのか、理解しなくてもいい丸暗記でいい内容なのか、これの区別をまずしていかないといけないんですけども、これがやっぱできないんですよ。でこれっていうのはですね、私も一概にこうやってやるんですよって言えないんですね。なぜかというと一問一問違うからなんです。ポイントポイントごとに違うんですよ。私はもう宅建に携わって10年ぐらいやってるんですけども、10年間お客さんとこうやり取りをしていく中で、あ、これは理解しないといけないなとか、これは理解せずに丸暗記でいいなっていうのがもうある程度わかるんですね。一方で宅建合格を目指している方っていうのはそこまでのやっぱり、ノウハウとかってないんですよ。なのでこの区分けができない、まあ、これをやるためにはもう過去を分析したりとかするっていう話になってくるんですけども、やっぱそれができないってなってくるとこれも難しくなってきちゃうんですね。どうなるかっていうと、理解すべき内容を丸暗記学習する、丸暗記でいいものを理解しようとして、いっぱい調べて時間使っちゃうみたいな感じになっちゃうんです。そうするとすごく非効率ですよね。そうすると理解学習が実践できなくて、この部分が原因で落ちてしまう、勉強してるけど落ちちゃう、これ意外います。弊社の個別指導の受講生さんでも、こういった方いるんです。どういった方かっていうと、理解しなくてもいいけどもそこ気になってそこを深掘りする人なんですね。これ毎年1人か2人いるんです。弊社の個別指導の受講生さんでもいます。なので早い段階で、いやそこまでは理解しなくてもいいですよ、ここまで理解したらいいですよ、理解すべき内容と理解しなくてもいい丸暗記の内容があって、理解すべき内容についてはどのくらいの深さまで理解するかっていうところの、この深さもあるんですね。深いところまで行くとやはり司法試験とか司法書士試験になりますし、別にそこまでいらないじゃないですか。だからそんなに深掘りしなくてもいい、ここまででいい、だからここまでを頭に入れてくださいねみたいな感じで、まあ、お客さんにはお伝えしてるんですね。受講さんにはお伝えします。でそこの時に、あ、分かりましたって納得していただければいいんですけども、やはり気になってもっと深くね、知りたいってなってくると、そこで時間も使うし、こっちを頭に入れよう、そのもっと深い部分を理解しようってなってくると、その重要ポイントが頭に入っていないってことになりかねないんですよね。頭に入れる量が増えるわけじゃないですか。深くなれば深くなるほど頭に入れる量が増えるんですよね。まあ、単純に宅建の勉強してるのと司法試験の勉強するってなったら全然頭に入れる量違うじゃないですか。それと一緒です。だから司法試験とか司法書士試験とかそういったところまでの理解は不要なので、宅建の理解で大丈夫なんですよね。宅建の引っ掛け問題とか応用問題が解けるぐらいの理解で十分なので、ここまで勉強してくださいね、ここまでを頭に入れておきましょうっていった感じで、まあ、お客さんには修正をさせていただいてるんですね。だからそういった受講者さんがもし独学でやった場合っていうのは、もうどん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 深掘りする癖があって、それが理解学習と思い込んじゃって、結局法律の知識、法律の理解はすごくあるけれども、宅建試験の重要な部分が頭に入っていなくて落ちちゃう、そんなことになりかねないんですよね。なのでこの理解学習って本当に奥が深いんですよね。なので先ほども言った通り、まず理解すべき内容と丸暗記でいいものを分けて、理解しなければいけない部分についてはどれぐらいの深さまで理解をしなければいけないのか、これを考えて、で理解すべきものはここまで理解をしていく、まあ、調べなきゃね、これ載ってないので、前の動画とかでも言ってるんですけども、権利関係だったら弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイト、法令上の制限であれば国土交通省のサイトとか都道府県のサイトとか建設業者のサイト、税金関係だったら税理士さんとか国税庁のサイト、まあ、そういったところで調べながら宅建に必要な部分の理解をやっていくということですね。あとはそもそも調べ方がわからないって方もいらっしゃると思います。もうこれもですね、どうやって調べたらいいのかっていうのもこれ説明しづらいんですよね。私自身もこれ無意識でやってるんですよ。わからない部分があったら、ある、まあ、法律用語とかだったら法律用語を入れていただいて、検索かけて、その中から自分の中で分かりやすいなってものをピックアップして、で頭に入れていくってやるんですけれども、法律用語以外の部分だとやはり調べ方がわからないって方もやっぱいらっしゃるんですよね。そうなってくるとね、ちょっと厳しいかもしれないんですけども、ただこういったことをちゃんとやってって課題を見つけて克服するってことができないと、やはり合格ってできないんですよ。一つ一つの要素がすごく重要なんですね。はじめにも言った通り、ドミノ倒しの一つ一つの駒なので、一つ抜けてしまうとそれでドミノが倒れないということになっちゃいます。なのでこれまでずっと7つの秘訣をお伝えしてきたんですけども、もし自分自身でやるの難しいな、自分に甘くて、言ったことはわかるけども、やることは自分でね実際やるってことはできないな、やり続けられる自信がないなって思うのであれば、ぜひ個別指導ご検討ください。弊社の個別指導は
今言った7つの秘訣を使いながら、あなたとメールのやり取り頻繁にやってですね、課題を見つけてそれを克服するということを行っております。なのでこれまでお伝えをした7つの秘訣、分かるからできる、そしてそれを続ける、ここまで行います。つまり習慣化していくってことですよね。ここまで行っていきますので、やっていただければ実力を上げていただくこと可能です。あとはあなたが次の試験で絶対合格したいと思えるかどうかです。次の試験で絶対合格したいというのであれば、個別指導受講するってことを決断していただければと思います。多くの方がまあ明日でもいいかな、明後日でもいいかな、1ヶ月後でもいいかなっていうふうに先延ばしするんですね。ただこの先延ばしをしちゃうと、その分だけやっぱり理解学習ができない期間が増えちゃうんですよね。初めにも言った通り、この7つの秘訣、これがちゃんとできて初めて実力上がってくるんですよ。理解学習を実践して続けることによって初めて実力上がってくるので、その1ヶ月間これまでと同じような勉強スタイルでやっていっても実力って上がらないんですよね。だからその1ヶ月ってもったいないんですよ。もし1日10問やっているのであれば、300問分理解学習ができたにもかかわらず1ヶ月遅らすことによってそれができなくなっちゃうわけです。時間でもう戻すことできないので取り返しがつかないんですよね。でしかも宅建試験は年に1回しかないんです。早くから受講していただいた人の方が、その分理解学習を長い期間実践していただくことが可能なので、その分実力も早く上がってきます。後で焦らなくて済むんですよね。あとはあなたが私と一緒に勉強しようって決めていただけるかどうかです。私は受講していただければ全力でサポートさせていただきます。合格発表の時に一緒に喜べることを願っております。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。一緒に勉強して宅建合格を一緒に喜べたら嬉しいです。個別指導でお待ちしております。レトスの小野でした。